ません。今日から鳥谷臨時コーチが、11日まで3日間、来てくれてますんで一言もらいます。3分お願いします。あの3日間ですけど、あの少しでも力になれるように、やりたいと思いますので、あの平田さんだけじゃなくて自分も声も出して盛り上げますんでよろしくお願いします。なんか引き出しが、はい、あの増えてもらったかなという思いでやったので、はい、まあ、いい悪いとかじゃなくて、なんかこうあとは自分たちでそれを自分たちでバリエーションをつけてやってもらえればいいのかなと思います、はい、自分がどういうプレーをできてどういう選手なのか、どうやったら失敗するのか、どうやったら成功できるのかっていうのをこの1ヶ月間である程度分かって実践に入っていった中で、あ、やっぱり本当にあそうだったなと思うのか、あ、もっと違ったなと思うのか、まあ、自分を知るっていう作業をこのキャンプでしていってもらえればいいんじゃないかなと思います。